食べ物にはいろいろな栄養素が含まれているが、そのうち糖質、脂質、タンパク質は三大栄養素と呼ばれている。糖質は脳や筋肉が働くためのエネルギー源であり、脂質はエネルギー源やステロイドホルモンの原料などの役割を持っている。では、かやもり、タンパク質はどういう役割を持っているか知っているか？体の原料。正解だ。よっしゃ。より正確に言えば、筋肉や骨、皮膚などを作る原料だ。日本人の食生活は糖質が多めでタンパク質が不足しがち。体を鍛えるときはプロテインを飲むと効率がいいぞ。へえ。それではフェーズ2の訓練を始めます。このフェーズでの目的はポイントガンマである鹿島神社までの行軍路を制圧することよ。ただフェーズ1より敵が確実に多いわ。そのまま無策で進むとあっという間にデフレクタが尽きてしまうわ。怖い！何それ！なので今回もフェーズ1と同様、細かにチェックポイントを設けて制圧圏を広げていく訓練をするわ。周囲の環境を考慮して中継地点になりそうなエリアを選定しつつ、3日間の訓練期間で順番にクリアすること。フェーズそのものは短いけど密度が違うから、じっくりと訓練に取り組みなさい。ブーブー。ブーイングしても無駄。やっぱりユッキーと一緒にやるべきだった。やんねえから。今日のユッキーなんか冷たい。お前に温かく接したことはない。またそんなツンツンして出れねえし。でも夜はなんもしねえよ。そこイチャイチャしない。だからお前らもそんな目で見るな。目標地点ポイントガンマである鹿島神社にたどり着けば、肌の盆地への強襲が可能になるわ。その行軍路を切り開くのがあなたたちの仕事よ。そんな一気に覚えられない。子供か。それと今回も31Bとの合同訓練になるわ。目標までのルートを切り開くのは 31A。 彼女たちのところにキャンサーが集中しないように遊撃するのが 31B の役目ね。よろしくお願いします。お、来たか。今日もまた頑張ろうぜ。はい。そろそろワクワクする惨事が起きないものかな。味方がそんな不穏なこと言わないでください。フェーズ1の時以上に 31A と 31B の連携が重要になってくるわ。敵との遭遇戦への打撃速度、ターゲットの優先順位判断など、これまで以上に意識すること。手数を減らし、どうすれば効率のいい戦い方ができるのかをよく考えて、今回もエミュレーターを使って訓練します。七瀬さん。はい。フェーズ1の時と同様、中継地点までの経路を確保することが本日の訓練目標となります。あさってまでの3日間でフェーズ2訓練を完了させます。では訓練プログラムを開始します。いってらっしゃいませ。ここがフェーズ2の場所ね。ポイントベータのちょっと先か。援護射撃ね。スモモ、あたしらだけならもっと効率よく動けると思わねえか。少なくともスモモは本能のままに遊撃が一番よ。皆さん、作戦通りカヤモリさんたちを支援しましょう。はいはい。心配になるぐらい協調性がない連中だな。おい、フェーズ2の最初の中継地点はこの辺らしいぜ。はい、そのようですね。ふう、疲れた。一休みしようぜ。そうしましょうか。訓練終わりだろ。休むなら戻ってから休めよ。
作戦行動終了。妥当な中継地点へと到達し、ルート上のキャンサーの相当も確認しました。よっしゃー、やったな、葵。はい、皆さんが頑張ってくれたおかげです。ですが、行軍速度が想定より遅れています。ということは、実戦だったら作戦失敗で撤退となります。そんな。 31B は攻撃の精度、標的の選択、どちらも難ありね。ああ、私らも怒られちまったよ。みじめだにゃ。私は体力が持ちません。支援が間に合わず、 31A が包囲された場面が3回あったわ。味方を危険にさらしていることを自覚しなさい。はい。 31A は個別のキャンサーに気を取られすぎず、全体に目を向けるようにしなさい。茅森さんは周囲の状況を把握して、もっと味方に指示を出すようにして。司令官、こんな言葉をご存知ですか？何よ、言ってみなさい。常に何かに挑戦していれば輝きは失われない。結果が成功であれ失敗であれ関係ない。挑戦した時がもう成功と言えるのだ。そういう意味では私は成功し続けています。誰の言葉？キングカズ。スポーツではなく人類の存亡をかけた戦いなので、失敗は許されません。はい。今日の訓練は終了です。明日もよろしくお願いします。過ぎた。そうだ、屋上で涼もう。まだちょっと肌寒いけど、今はちょうどいい。星も綺麗だし、みんなも誘ってくればよかったな。あ、流れ星！くそ、願い事言い損ねた。そもそも消えるの一瞬だもんな。一文字ぐらいしか言えないんじゃないか？一文字の願いってなんだよ。そもそも一文字で成立する言葉ってなんだよ。あ、日本一短い駅名、つがあった。つ、よし、言える。でもそれで何が叶うんだ？願い事になってないじゃないか。せめて二文字にしないと意味をなさない。つい、よし、言える。いつでも来いよ、流れ星。来た。つい、よし、言えた。これで叶う。何が？そもそも杖、何が向かうんだ？やべえ、今の流れ星が杖落ちるかもしれない。あ、流れ星、キャンセル。危なかった。キャンサーじゃなく私が杖を滅ぼしてしまうところだった。すぐさまキャンセルできてよかった。心の原料。不正解だ。正解は体の原料だ。作曲の原料。不正解だ。正解は体の原料だ。つまりは作曲の原料じゃん。それがなかったら作曲できないよ。作曲もできねえが、生きてもいけねえわ。
了解であります。また口先だけなんでしょ。分かってるわ。そんなことありません。心を入れ替えてきました。あら、期待してるわ。目標地点ポイントガンマである鹿島神社にたどり着けば、肌の盆地への強襲が可能になるわ。その行軍路を切り開くのがあなたたちの仕事よ。そんな一気に覚えられない。相変わらず光の速さで馬脚を表すんだが。泉さん、反応するだけバカです。私も忍びねえわ。はい、今日の訓練は終了です。明日もよろしくお願いします。作戦行動終了。目標地点は未到達で帰還しています。戦闘時間の短縮やルート選択の精度など改善すべき点は多々あります。つまりどういうことだよ。私らには伸びしろがめちゃくちゃあるって言いたいのか。アホか、怒られとるだけや。 31A の戦闘負担が大きくなったのは 31B による警戒に甘さがあったことも理由です。そちらも改善を期待します。各自反省し再訓練を行ってください。